元気だね。姉ちゃん、あんなうちたった一人で怖くないけ？何言うけ、怖いことあるもんけ。父ちゃんも兄ちゃんもなくて寂しかっぺな。帰ってくればいいんだな。だけどもうダメかもしれんねって。船が出たらもう半時もなるけんな。うん、きっとこの前のしけで。誰だ誰だ、そんなこと言うな。だって村主なんかに分かるけ。こらー、なんだおめえは、なんだおめえは、泥棒みてえに人の後ばっかつけおって。いや、いかんですか。実は素晴らしい縁になると思って、何度も言うように僕は。何度言うてもおら断ったはずだ。君、こんなものを書きおって。え、何ですって君を。ちょっと待ってくれ。今度この辺うろついたら承知しないぞ。
ま。おかえりなさいまし。なんと今日は遅いございますね。はい、今日は職員会議があったもんだから。あ、先生。え、ちょっとま、聞いてくださいましよ。なんです？今日戸崎んちのお浜っ子が島田さんの手に食いついたそうですがな。食いついた？それはまた先生からいっぺんよく言うてやってくださいよ。本当に小判でってあらしません。せっかく東京から来なすった方によ。一体どうしたの？先生、本当にお願いしますだよ。おや、島田さん、どうしたんです？もう引き上げですか？ああ、今夜の夜行で引き上げようと思いまして。うん、今夜。ああ、どうも長い間いろいろと。いやいや、後ほどちょっとお伺いします。どうぞ。千代、先生にお茶あげな。千代、どうだい浜のケーキ屋。おや、おいでなさい。東京はどうだね？どうにもこうにもねえや。ちっと回してくれよ。相元の弟が魚してて魚がねえってんじゃ話にも何にもなりゃしねえや。姉さん、なんとかならねえかい？なんぼ弟でもそうはいくまいね。へえ。兄貴はどこだい？船着きにいるはずだよ。よし来た。じゃあ今日は一つ談判して、どうしてもマグロ五六本。あ、そうだ。じゃあ姉さん、娘っ子の息のいない一匹いねえかい？娘っ子？何するだね。何ね、出入りの屋敷で女中頼まれてんだ。誰か行くやつはねえかい？さあ、今はねえだろうね。弱ったね。どっかいねえかね。長年のお得意様なんで、何とかしてやりてんだかね。そうさね。まあせいぜい心当たりを考えてるんで、俺はひとっぱしり行って兄貴に会ってくる。そうですか。それはちょっと驚いたでしょう。あの娘は私も教えたことがあるんでよく知ってるんですが。何、大したことじゃないんですよ。僕はむしろあの野生的なたくましさの中に何か素晴らしいものがあるような気がして、それを書きたかったんですけど、残念なことしました。ちょっと失礼します。どうぞ。大体気の強い娘だったんですが、半年ほど前にあの娘の父親と兄が沖へ出たまま行方不明になってしまったんです。お、母親を幼い時に亡くしたんで全くの一人ぼっちになってしまったんです。ああ、それはかわいそうですね。相当唾液も大きかったんですが、それよりも村の人に同情されるのをひどく嫌がりましてね。なるほど。ああやって一人で頑張ってるんです。お、で生活の方はどうしてるんですか？それは網を引いたり魚をはがんだりすればやれないことはないんですが、いつまでやってるんですかね。僕も心配してるんです。
んだ、おかみさんけ。冗談じゃねえよ、本当に。そんなものぶっくらったら死んじまうじゃねえか。だって、何か用け。うん、ちょっと相談があってな。上がらせてもらうよ。とにかく立派なお屋敷なんだ。給金はもちろんいいし、行儀作法から料理まで何でも教えてくださろうってんだ。俺もこれはいいと思うだがね。いっぺん東京祭だと女っぷりはよくなるし、行儀は覚えられるし、こげんなとこに一人暮らしてるよりどのくらいいいか知んねえよ。先生も行けってのけ。行ってみたらどうかな。違った暮らしを経験するということは悪いことじゃないからな。やだ、オラやだ。オラここで父っつぁんたちの帰ってくるの待ってるだ。そんなおめえ当てにならねえことをまず言うたって。嘘だい。帰ってくる、きっと帰ってくれ。オラオラオラ東京なんか行くもんけ。悲しむ気持ちはよくわかるよ。しかし人間というものは諦めると同時に立ち上がるということも大切なんだよ。みんな君のことを心配してるんだ。僕だって君の兄さんとは幼友達だし、親友だし、君に悪いことを勧めるはずはないじゃないか。そんな先生、オラが東京行ったらどうなるべ。オラに勤まるべえか。泊まるとか泊まらぬとこじゃない。新しくいろいろなことを覚える。そのうちにはいいこともあるだろうし、悪いこともあるだろう。しかし君にはそれを見分ける力があると思うんだ。先生がそう言うなら、ほら行くよ。どこだって行くよ。
おふみさん、いらっしゃい。こっち屋さんの送別会や。いらっしゃい。いらっしゃい。うちに手当たりないから帰るのよ。どうだか。いや。ほら、かくまい。まあ、いいね、年頃ってのは、まったく。こっちいらっしゃい。お、こっち来ね。お、食いね、食いね。え、魚屋さん、紹介するもんよ。あった。書いてあっかりした。この子は、お浜ちゃんってんだ。何しろ浜で育ったんだから、生きのいいことは無理ってもんだ。まあ、よろしくお願いしますよ。お、お浜子、挨拶しね、挨拶。いいかい、この人はお峰さんってんだ。勤続13年この屋敷の、主みたいなもんだな。それから、こちらがおゆきさん、これでも女学校出て行儀見習いに来てる、ヒステリーだ。インテリーだよ。あ、そうそう、そのインテローだ。それから、こっちがおつやさん。今夜田舎行けちゃうその代わりがおめえってわけなんだ。魚屋さん、私も紹介してよ。こっちはあのお向こうの絶望さんだ。それから、こっちはあの五六軒先の何でも恐ろしく子供があるの絶望さんだ。おふみさん、あんたんとこも大変ね。私とても体が続かないわ。ああ、田舎へ帰りたいわね。こんにちは。あ、おたまちゃん。あの、これお願いします。はい、ちょっと寄ってらっしゃいよ。でも叱られますから。いいじゃないの。なんでなんで。でも本当に叱られますから。じゃあおつやさん、お達者でね。ありがとう。あんたもね。じゃあごめんください。あの子もかわいそうにね、いつもビクビクしてさ。どうつやがある。親父がいけないんだよ。しょっちゅうお給金の前借りに来てね、聞かなきゃ芸者に売っちまうと脅かすんだよ。もっとわがなさいよ。まだたくさんのよ。あ、そうだ。おい、くんねくんね。あ、そうだ。おめえもこっちに寄ってくんね。そう。じゃあこれ挟んでちょうだいね。これ持ってくのけ？で、どうすればいいんだ？持ってけば、あとはお峰さんがやってくれるわ。時は物を下に置いて手で開けるもんですよ。そうけ。ご返事の時ははいというものよ。はい。なにその顔は。まあ何をすんのこの子は。蚊が止まってただよ。ほら、こんなに血を吸って。憎いやつだね。ここはいいから、あっち行って庭の掃除でもなさい。はい。ミネや、何しろ田舎もんで何にも知らないんだから、お前たちがよく教えてやらなきゃダメですよ。はい。それはもうよく言い聞かせてございますんですけど、本当に愛すいません。ああ、クジラ潮吹く。
ママじゃないかしら。なかなかやるわい。面白い子じゃの。ミネヤ、行ってやめさせておくれ。はい。いやだね、あんな歌を歌って。いいじゃないか。面白い歌だよ。だってお父様、ご近所に悪いわ。ミネヤ、行って止めておいでよ。はい。肌は黒いが心は桜引いて寄せるか海のさ。お花さん、そんな歌歌っちゃダメよ。歌っちゃいけねえのかね。当たり前じゃないの。ここはお屋敷の中よ。そんな下品な歌歌うんじゃないのよ。何聞かぬって聞かないのか。何するだよ。危ねえさ、危ねえよ、危ねえ。嘘つくな、このガキ。何するのよ、お浜さん。乱暴すんじゃないのよ。何もしやしねえよ。危ねえから止めただけじゃねえか。坊ちゃんに逆らう人があるかね。おっしゃる通りにするもんだよ。そんなことしたらろくな子にならねえだよ。余計なこと考えないでいいのよ。とにかくたった一人の代理のお坊ちゃんなんだからね。何でもはいはいって聞くのよ。俺には分かんない今度な。この靴にはこの墨を塗って、この靴にはあの墨よ。こうやって薄く塗って、少し乾いたとこでこのブラシで磨くのよ。うん、じゃあね。はい、こんにちは。あ、お、君は。この野郎、何しに来やがった。方向先までつけてきやがって。蹴れ蹴れ。いや、何を君そんな。蹴れったら蹴らないか。お浜さん、どうしたっていうの。この方お客様よ。こいつがけ。なんて失礼な真似すんのさ。あの方お嬢様と結婚なさる方なんだよ。へえ、あいつがけ。だってあの人はオラが田舎いるとき、オラの後ばっかりつけてきやがっただよ。へえ、そうかい。それであんたにどんなこと言ったの。どんなって、オラの姿がいいとかなんとか変なこと言いやがったから、オラ食いついてやっただよ。食いついた。それからどうしたの。そんだけだよ。本当にそれだけかい。当たり前じゃねえけ。東京に奉公に出たとか聞いてましたけど、まさかことは思いませんでしたよ。でも少し変な子なんでございますよ。本当に失礼いたしました。 いえ、そうじゃないんですよ。実に純真で、まるで海の中から生まれたような子ですよ。健康で素朴で、そして劇場を持ってて素晴らしいもんですよ。まあ大変なお気に入りようなのね。ゆき、浜を呼んできてちょうだい。あの、私どもは気がつきませんで大変に失礼いたしました。お許し願えませんでしょうか。いえ、何でもないんですよ。そりゃいいのよ。だから黙って呼んできた。はい。とにかくあんたが変なことするとみんなこの私が叱られるんだからね。気をつけてくれなくちゃ困るわよ。うん。はいっていうもんよ。言葉から直さなきゃダメよ。お浜さん、お呼びよ。いらっしゃい。そらごらん。どうも大変失礼しましたってよくお詫びすんのよ。うん、うんじゃない。はいだったでしょ。はい。
どうも大変失礼しましたが。何でもないんだよ。ねえお浜、この方がお前の絵を描きたいとおっしゃるから描かせてあげなさい。ほら、やだそんなこと。別に辛くないのよ。漁師のなりで立ってるだけよ。漁師ののりは魚取るときにするもんだ。絵の手本じゃねえだよ。お金もくださんのよ。そんなことして金取って何になるだ。金なんか働きゃ取れるもんだ。のり子さん、もういい加減しときなさい。だってねえお浜、この方大変お前を気に入ってるのよ。何言ってんですのり子さん。だってさっきそうおっしゃったじゃないの。ほら、変なこと言われるの綺麗だよ。浜、その顔は何です。あっちおいでなさい。どうだった、叱られやしなかった。くだらないことばっかり言うね。よっぽど暇人だよ。掃除したの誰？あ、お浜さんにしてもらったんですけど、まだ慣れませんから。何かこう置いといたハンドバッグがないのよ。まあお金は30円ポッチだからいいんだけど、おじさまにいただいた珍しいハンドバッグなのよ。でもまさかお浜さんが。わからないわよ。田舎者は珍しいものを見ると欲しくなるかもしれないわ。そんな人じゃないと思うんですけど。とにかくよく調べてちょうだい。はい。じゃあこうしてちょうだい。調べてみろとおっしゃるのよ。じゃあやってみたら。だってそんなことできないわ、いくらなんでも。だって言いつけならしょうがないじゃない。でも言いつけだって私にはできないわ。じゃあ私がやってみましょうか。でもそんなひどいこと。いいわよ、貸してください。お部屋が全部散らかってんのよ。ちょっと片付けてね。はい。知れないわ。奥様にお渡ししてらっしゃい。はい。お浜さん、よかったわ。何がいいのけ、びっくらするじゃないか。お浜さんごめんなさいね。でもよかったわ。実はね、お嬢様のハンドバッグがなくなったもんで、私たちみんな疑われたのよ。へえ。じゃあオラ試されたのけ。ごめんなさいね。お嬢様の追いつけだったの。
母さん、もうすっかり慣れた？慣れたことは慣れたけど、変だね、東京の人って。どうしてさ？奥さん、お嬢さん揃って働きゃ、女中なんて3人もいらないと思うがね。そうなんだよ。うちなんかひどいもんだよ。奥さんも旦那も何にもしないで毎日ブラブラ退屈して、ご飯から洗濯か犬世話までやらせるんだからね。犬もけ？そうなんだよ。私はね、近いうちに辞めるつもりなんだよ。辞めてどうすんのけ？工場で働くのさ、もっともっと非常時になってごらんよ。おかしくて、報いの世話なんかしていられるかってんだ。おふみさん、どうしたの？生まれ苦しいもんで、今お医者様へ行ってきたとこなの。まあ、そりゃいけないわね。あんた歩けるの？おぶってってやろうか。大丈夫よ。あ、ダメじゃないか。どうしたんだ。いいの、ありがとう。大丈夫よ。うち入って休まないとダメだよ。本当にありがとう。もう何でもないわ。大丈夫って？じゃあ無理しないね。気をつけてね。大丈夫だ。ダメじゃないか、そんなことしちゃ。本当に大丈夫なのよ。旦那様は失調だし、奥様は病気でしょ。私がやらなきゃ他にやる人はないのよ。だってそんなこと言ったってこれ以上悪くなったら困るんじゃないの。そうだよ。じゃあここはオラがやったんやから、そんなこともあんたも叱られるわよ。いいだよ。さあダメよ。この人だけ人は困るわ。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 ダメなの。奥さんに私はやってやるからね。そんなことはみんなやってやる。はい、ゆずるの姉やん、洗濯してろ。あの人、マスターのとこの姉やさんよ。どうしたの？おふみさん、病気なんだよ。姉、手伝ってくれんの？そうだよ。坊ちゃんたち遊んでんなら、手伝ってくれんかね。だって、これからセミ取りに行くんだもん。セミなんぞ、後でいくらでも取ってやるよ。ほら、うめえぞ。ほんとかい？手伝おうか。どうすればいいんだ？ボイラーはポンプ係、あとの3人はあの皿を持ってきて湯水係だ。そうだ、坊ちゃんたち手伝おうかね。このうちの女中さん病気で困ってるんだ。どうするんだよ。あとでオラが遊んでやるよ。オラはパスポールでも何でもうまいぞ。本当かい？じゃあ、手伝おうか。うん、うん。じゃあ、どう？どうすればいいんだ？キンちゃん、あっち行って縄持ってきて。お前とお前は竿持ってきて。あとの手伝い、急いでくれ。人だね。あのね、お母さん、どうしてもあの人と結婚した方がいいんでしょうか。そりゃお前、お父様が生きてらっしゃる自分からのお約束なんだし。それはそうですけど。何か気に入らないところでもあるの？なんて言うのか、どういうのかな、
そりゃお前誰にだって欠点というものはあるんですからね。それにお父様同士親友で、お前だって初めは喜んで承諾したんだからね。それにあの人だって根はいい人なんだから、なるべくならね。まあじゃあちょっと行ってくるよ。行ってらっしゃい。病気だってことは聞いてたけど、ねえ、あちゃんもどうかしたのかね。ねえお母さん、うちでもお手伝いに行かなくちゃいけませんね。そうだね、本当にうっかりしてたね。笑うもんだ。坊ちゃん男だろ。さあ笑ってみな。そうだ、その調子その調子、偉いぞ偉いぞ。そうだ、いい気持ちだろ。さあもっとやるべ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 。いいかい、あんたはうちに奉公してる人なのよ。うちの仕事ほったらかしてよその仕事するとあるかね。だっておふみさん病気なんだよ。それで困ってたから手伝ってやったんじゃねえかい。それじゃなぜ子供と遊んでたのさ。うん、そりゃ手伝ってくれたから遊んでやったんだよ。あんたはこのうちの雇い人なのよ。このうちからお給金もらってんのよ。それとこれとは違うよ。まあ、なんてこだろう。もう私じゃダメだ。奥様に言っていただくから。おみねさん、およしなさいよ。そう、ガミガミ言ってもダメよ。だんだん覚えてくるんだからさ。ガミガミ言ってはしないけどさ。あんまり強情だから。お互いに奉公してるんですもん。仲良くしましょうよ。ほらの田舎じゃな。みんなそうするよ。でなきゃ魚は取れねえし。嵐にでもなりゃえらいことになってしまうだよ。田舎と東京とは違うよ。ユキ、まだなの？はい、もう少しなんでございますけど。ダメじゃないの。そりゃ明日学校へ出すのよ。遅れたらお天が悪くなるじゃないの。はい、すいません。今夜中にやって明日の朝きっと間に合わせますから。ずいぶんのロマね。じゃあきっとやっとくのよ。はい。なんだよ、おゆきさん。それお嬢さんの宿題け。そうよ。何をしてるのかね。あれ、旦那様。何ね、こんなに辞書があるのに竹野菜買うのもったいねえと思いまして。おお、君はお百姓もできるのかい。できました。面白そうだな。旦那様もおやんなせましよ。うん、
どれどれ。ダメだね、そんなヘッピリンゴしちゃ。こうするだろ。うん、そうか。うんうん。うわ、どれどれ。その調子、その調子。肌は黒いが心は桜、知ってよするか海の幸、波の運動で心が揃う、その拍子で揃う。旦那さん、旦那様、お浜さん、そんな歌いけないってのは分かったの？かまんかまん。でも旦那様、あ、お浜さん、奥様お呼びよ。はい。しかし空いてるところを発見するのはなかなかいいじゃないか。悪いとは申しませんわ。でも何も女中の花跡に合わせてくわふらなくたってよろしいじゃございませんか。いかんかな。ご主人はご主人らしく威厳というものを保っていただかなくちゃ。しかし歌ってもらった方がなかなか調子が出るんだよ。おみなはまたいらんことを中心したもんだ。お浜さん、どこ行くの？そっち休んだらここ手伝うのよ。私心配なんだけど、ちょっと見てきちゃいけないかね。うちにこんなに仕事があるの分かんないの？余計なおせっかいって悪口言われるぐらいのオチなのよ。何の得にもなりゃしないわよ。ちょっと浜さん、これ出してきてちょうだい。あ、出してくるわ。すぐ帰ってくるのよ。道臭くちゃダメよ。はい。あんたが行きゃいいの。ちょっとぐらいいいじゃないの。何も悪いことするわけじゃないし。あんたはそんなこと言うからあの子つけやがんのよ。でもね、もう少し仲良くしてやってよ。ひょっとすると私、近いうちにお暇をいただくかもしれないのよ。あら、本当？ええ、うちから奥様の方へ手紙が来たんですって。じゃあいつかの縁談？ええ、今年中にって向こうが言うらしいの。あら、そう。そりゃそりゃ。でも、あんたがいなくなるとまた私忙しくなるわ。だから、お浜さんによく教えてあげてよ。教えたって言うこと聞かないんですもの。あの子と来たら強情だから。何をやってるんですか。本当に変なことございますよ。そうかね、あんまり変な真似をするようなら断ろうかね。でもそうなるとまたお前たちが忙しくなるしね。金ちゃん、条件あるよかったな。さあ、これでいいだろう。じゃあ生まれそうになったらすぐ呼びにおいでね。飛んできて手伝うから。だけど夜だと困るな。あ、そうか。じゃあ口笛吹けば出ていくよ。
んちは。お仕事？ええ。あら、よく似てるわ。やっぱりお浜の絵思い切れなかったのね。これならモデルいらないじゃないの。僕の描きたいのはこんな外面的なもんじゃないんだ。この子の持ってる精神なんです。本当にそればっかりかしら。私この子の顔だって割にいいと思うな。芸術家の感激なんておかしなものね。ねえ、いこうさん。あの子のやること少し変じゃない？だって理由があれば別に変なことないでしょ。どんな理由？君に話してもわからんな。まあ大変なのね。それじゃあ今日の私との約束なんかすっかり忘れてらっしゃるでしょ。何でしたっけね。まあいいわ、精一杯仕事なさるといいわ。気が向いたら後からいらっしゃいな。まるのかい。今三馬さんいたけど、嘘言っていないんだよ。そう、それは困ったな。他いないの？知らないんだよ。どうしようか。困ったね。まあ行こう。どうしたの今ほど。あ、柴田さん、どっかに三馬さんないかね。三馬さん、今生まれそうなんだよ。一体誰？誰でもいいんだよ。三馬さんがいるんだよ。三馬さんと、この辺に三馬さんどこだっけな。遅いな。こちらです。どうぞ。間に合った。ああ、よかったよかった。どうぞお願いします。大丈夫ですよ。慌てなくなくたってね。私が来たからにはもう安心です。大丈夫かな。もう大丈夫だ。まだかな。どうしたんだろうね。遅いね、おじさん。とにかく今日限りここの家を出てってもらうからね。何にも言わないで田舎へお帰り。
そりゃ帰れと言われれば帰りますけど、どういうわけなんでしょう。まあ自分の頃によく聞いてごらん。私が改めて言う必要ないはずよ。私にはよくわかりませんです。おかまさん、まだそんなこと言うの。あんたがどうしても知らないって言うなら私が。ミネ、もうやめておくれ。二度とそんなことは聞きたくないからね。さっぱり私には分かりませんけど、そんなに私のすることが気に障るんでしたら仕方がありません。帰らせていただきます。つまらないところなんですもの。おお、そうかね。何にもなりませんでしたわ。そんなことはないだろう。第一、君は随分変わったじゃないか。あら、そうですかしら。東京でいいのは子供たちだけでしたわ。後の人は変な人ばっかり。この人、私たちがいつかなくしていたものをちゃんと持ってる人だったのね。それがのりこさんにわかりました。感心しちゃったわ。だってね、この間の上海で近所の人がみんなママのことを褒めるんでしょ、うん、私どういうわけですかって聞いたら、ほら、おけやのおさんのことや洗濯の一件がすっかり分かってしまったんです。そしてね、お母さんのことまで褒めるんでしょ。そのうちの奥さんは女中で分かるんですってなるほど。で、お母さん何て言ってました。お母さんなんだか困ってましたわ。一番手を叩いて喜んだのはお父さんだ。
息やもお嫁に行くんだし、あんたもあんまり年を取らないって身を固めた方がいいわね。奥様、私なんかもらい手がねしませんわ。ところもあるのよ。本当でございますか？本当よ。あんた、魚屋のおかみさんになる気ない？あら、あの魚たちでございますか？そうなの。あの人あんたが欲しいんだけど、どうしたらいいだろうかって相談に来たのよ。あら、私どうしましょう。でも奥様、そうなりましたら代わりがございませんと奥様が。うん、それはいいのよ。のり子だってとし子だって立派に働けるし、本人たちもその気になってるんだから。これもみんなお浜のおかげね。お浜さん今頃どうしたでしょう。あの人もきっと幸せにやってるよ。ああ、栗が白く咲いていようね。よいよせつぶゆく方、海の民そりゃさ、波飲んどで心がそろそろそろ。随分変わったの。まったくだ。綺麗にはなるし、女らしいはなったし、あれじゃ石黒先生の奥さんにしてもおかしゅうねえの。まったくだ。